ども、軽くいろいろちょっと主張したいことを主張して帰っていきたいと思います。まず自己紹介をします。ちょっと読みにくいんですけども、パンカコスキーで、まあ、よくなんか大学ではパンカコパンカコ呼ばれてます。で普段は、実験 M1 なんですけども、ウェットとドライ8対2ぐらいでなんか実験したり行動をみたいなものを書いたりしていました。で今は、ここの東大にいるんですけども、学務までは農工大というところで遺伝子工学とかそういうことをやってたので完全にウェット出身です。でウェットをやってたんですけども、なんかMac 使ってたら下にターミナルっていう黒いかっこいい画面があったからパールを触ってたんですけどっていう程度で、なんとなくゆるふわでパールを触っていたレベルの人でした。でなんでこういうのがこう RA を始めたのかっていうと、多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、このアイコンの人が実話で本当にお前もちょっと投稿されてこいよって言ってきたこともあって、見学に来てで RA を始めたという次第です。でなんでこの人がいきなり出てくるかっていう と、まあ、つながりっていうとこう前の学校でこの人の後輩 で、まあ、今は、このアットマークワクテカさんとか、ここの RA の先に話は出てないんですけど、熊本くんの先輩に当たっています。でこういう人なんですけども、まあ、ワクテカさんはそこにいらっしゃる方で、まあ、先輩で先輩です。で、今牧場でやってることっていうのは通称の中で通報フォームと言われていることで、去年の牧場収穫祭の動画を見ていただいたら分かると思うんですけども、このめぐさんという方が作られた、文献データと、実験データを結びつけるお仕事っていうことをされてたんですけど、それの主導化部分、特に人がこう結びつけ人が結び やる部分の、門を作っているようなことをしています。で、まあ、詳しくはここを見ていただいたら大体やってる仕事っていうのが分かると思うんですけど、で、まあ、イメージ図としてはこの中のこれを手動でやろうということをしている感じです。まあ、ちょっとは真面目に話をしないといけないと思ったので、動いてるものというのはちょっと見にくいんですけども、生のものをか動かすとこういう風な画面が出て、入力 PMID 文献データベースの ID と実験の用の ID を入力すると、まあ、それなりにこう論文情報と実験情報が出てきて、それぞれ表示するみたいなところはまでは作りました。ここまでです。で、まあ、ここから妄想が入っていくんですけども、だんだんこういう機能をつけて最終的にはどこかのページでこう通報ができるようになったらいいなというふうに考えています。納期は聞いてほしくないのですけど納期もこう決めてこう納期ドリブンで頑張ります。で、そうですね、どういう主眼で話していこうかなと思ったんですけど、使ってるのがパールっていう部分で、私は今日は パールはちょっといいよっていうことが言いたくてLT をしているんですけども、まあ、パールってよくなんかディスるの簡単すぎてもう逆にセンス問われるみたいなことを言われるぐらいパールはワコンみたいなことは言われてるんですけども、まあ、私はパールが好きですという話です。なんでパールを使ってるかっていうと、まあ、パールはバイオパールってものがあって便利だよっていうのを知って、おおと思って使ってみようとしたんですけども、まあ、こういうバイオパールで検索するとこういったページが出てくるんですけれども、これはなんか英語だしプログラミングプラスなんかよく分かんないものが出ててぼっつきにくいよっていうのがあったんですけども、調べてみたらなんとここにこう日本語でバイオパールを使おうっていう回があってすごく幸せで、よくよく見てみると何かこう知ってる方が作ってるんじゃないかっていうあれがあって中里さんありがとうございますのがあって、まあ、このバグジャーで検索するとバイオパールがとても使いやすくなるっていうことがお伝えしたいです。であとは使ってるのはモチョリシアスライトっていうものを使って、さっき綾瀬さんが Ruby のシナトラとかおっしゃってたんですけども、私は
パール版のシノトラみたいなもの、もしくは PHP のケーク PHP みたいなものなので、この読みにくいものごめんなさい、モジュリシャスライトっていうものを使って、こうこんな感じでこうたった7行で、たった7行でこんなハローワールドなんかできるよっていう風になって、こういう技術を使って、まあ、今のところさっき言ったようなものを作っているという次第であります。で、まあ難しいことはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、モジュリシャスライトはこんなパールで動くし、こんな簡単にハローワールドできるし、エラーが本気でなんか可愛いしということで、で、まあ、牧場で放牧されてよかったなと、なんか話が散っちゃったんですけども、まあ、パールでいろいろやる機会ができて私は嬉しかったっていうのと、まあ、一応なんかよくわからないけど動くものはできたし、まあ、何よりもちょっと嬉しかったのは、多大から私が入学したんですけども、牧場を通じて割と知り合いの方が増えたので、それでこう遊んでもらう機会も増えたので、すごいとてもこれは嬉しくて、メリットはまあ他にもいろいろ見出すことはできると思うんですけども、ぜひ教員学に見てきてみてくださいということでした。以上です。